坂の上の雲ミュージアム坂の上の雲ミュージアムは愛媛県松山市にある博物館で同志が取り組んでいる芝良太郎の小説坂の上の雲を軸とした21世紀の街づくりの中核施設である2007年4月28日に市内中心部の松山城をいただく白山の南京に開館し総工費は約30億円館長は松本刑治 松山市出身の秋山義古、正幸兄弟、正岡四の三人が主人公となっている小説、坂の上の雲ゆかりの地域資源が多く点在する。松山市全体を松山城を中心としたセンターゾーンと道後温泉など6つのサブセンターゾーン、個別資源としてのサテライトを設定し、同市全体を屋根のない博物館に見立てる構想である。 三角形という大胆な形状の地上4階、地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート作りで、延べ約3100平方メートルである。展示フロアは2から4階で、各階はスロープで結ばれており、2階から4階へは、最も負荷がかかる中間部分の支柱を省いた空中階段でつながっている。大通りに面しておらず、少し入り込んだところにある。 一般来館者用の駐車場は設けられていない。松山市坂の上の雲ミュージアム条例、指定管理者制度導入施設一覧。ありがとうございます。